皆さんこんばんは、堀川和弘です。海航会グループの、医者をやっています。今回がですね、3回目のこの放送になりました。2月にはですね、今も2月ですけども、先週には、すごい大雪がこの関東地方には降りました。まあ、被害もたくさん出たんですけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、この3回目の放送ですけども、前回前々回と同じようにアシスタントを、お願いしています。大河内美沙です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大河内さん、今日なんかちょっと忙しかったようで、はい、そうなんです、ね、本当にいつもはゆったりしてるのに今日は、はい、この番組に間に合ってよかったです。はい、大活躍で大河内美沙さんです。ありがとうございます。先ほど大雪のお話をしましたけどもね、はい、そうですね、2週連続すごかったですね。大変でしたね。でこの雪が終わったら、はい、多分来週くらいから花粉症がひどくなります。そうなんですね。もうそういう時期ですか。大河内さん花粉症は？私は自覚してないですけど、ちょっと怪しい気はしてます。それは幸せですね、はい、僕はもうひどい花粉症で。そうなんですね。この番組ご覧の皆さんも、はい、もう症状出てる方いらっしゃるかもしれませんが、はい、僕もひどい症状が出てまして、はい、まあ、皆さんこう多分この番組、パソコンでご覧になっていらっしゃるんで、はい、それほどそのなんて言うんでしょうか、画像が細かくないかもしれませんが、もう僕目が赤くなっちゃってて、もう目はかゆいわ、はい、鼻水は出るわ。もうすでにですか？はい、大変な目に。早いです ね、 今年はね、花粉が少ないですよとは言われてますけども、はい、それでもやっぱり例年花粉症の方は今年も症状出ますのでね、はい、早めの対策を、心がけてください。はい、ね、そうしましょう。今日はですね、はい、このアシスタントの大河内さんともう一人、はい、ゲストを、お呼びしております。はい、はい、それでは登場していただきましょう。タレントの日野真由美さんです。どうぞ。すいません、失礼します。僕もどういた方が良かったんですかね。はい、すいませんね。ありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日野真由美さんです。はい、先月先々月はですね、ここにどちらかというと、いかついおじさんだと。あ、そうなんですか。座ったんです。今日は日野さんをお招きしてね、この番組どうでしょうか。ご覧になってる皆さん、こんなに華やかな、ね、絵面になっています。さて、日野さん、ちょっと僕今日初対面なんですが、そうですね、はい、紹介できるというほどじゃないんですが、お茶の水女子医科大学のですね、はい、今4年生で通っています。はいはい、でしかもそのお茶の水の、ミスコンの、そうですね、準グランプリ、はい、2012年にいただきました。はい、でしかも、はい、そのお茶の水女子大学の、理学部、そうなんですよ、ね、で今ちょっと話題の理系女、はい、理系女子です。才色兼備ですね。そうですね。あ、いやいや、大河内さんも才色兼備ですよ。ありがとうございます。でその、理系の女子の、僕知らなかったんですけども、はい、ミス理系女、ミス理系女子コンテストというのもある、ね、そうなんですよ、はい、そこでも、準グランプリをお取りになったということで、はい、今ですね、某、金融機関ではないですね、投資の、コマーシャルで2位じゃいけないでしょうみたいな、ありますね、2回続けてですね、はい、2番をお取りになった日野さんと今日はこの番組を進めさせてもらおうと思っています。よろしくお願いします。先々月でしたか、はい、ね、これは大河内さんと、四条先生とね、はい、この番組でやらせてもらった時に EPA というね、はい、EPA、これは海外との、経済とか、はい、あと連携を取っていこうと、はい、でそれはその貿易だけではなくて、貿易っていうのは物の動きですよね、うんうん、でそれだけじゃなくて人の動きだとか、はい、技術の動きも自由化していこうという話の中で、はい、それはそれとして、それが医療の中でもですね、はい、例えば看護師さんだとか、うん、医者だとか、うん、はい、専門的な技術を持っている人間たちを自由に動くことによって、うん、はい、お互いのね、医療をこう高めていこうという話があるんですよ、なんてちょっとお話をさせてもらったんです。はい、ね、でその EPA の話の中で、はい、あ、そうだ、大河内さんとは話をして、はい、前におっしゃってたんですけれども、はい、海航会グループではインドネシアのジャカルタに
クリニックが開業するというお話が。そうなんですね、はい。でその時に2月に、うん、もう今月ですね、はい、ジャカルタに私ども、開口開クリニックというクリニックを、まあ、作りましょうという話が、もうご準備はもう出来上がってるんですが、はいはい、そのご紹介をさせていただいたんですが、うん、まあ、いろんな事情があって、まあ、海外のことですのでね、うん、許認可の問題もあって、うん、まだ実際のところは、開業できていない状態なんです。ただ、そうなんですね、あの準備はね、はい、着々と、進んでいますので、楽しみですね、はい、オープンできたらまた皆さんにご案内をさせてもらおうと、はい、思っています。はい、でさて今日はですね、はい、その、まあ、EPA とという、話の中で、はい、こんなお話も少しねアピールとしてさせていただきたいと思うんですが、はい、日本アジア医療看護育成会という、うん、名前にすると長くなっちゃうんですが、はい、そうですね、はい、公益財団法人があります、はい、これは、国が認めてくれた、まあ、公益法人、まあ、税制上のその優遇とかもあるわけですけども、はい、公益のために作っている法人ですよという法人があります。ちょっと、資料を出していただいてよろしいでしょうか。出てますかね。で、この財団法人日本アジア医療看護育成会という会なんですが、はい、私ども開口会グループがまあ中心となって、うん、で、いろんなですね、医療関係の方々、まあ、例えば製薬メーカーさんだとか、機械のメーカーさんだとか、はい、あるいはその志を同じくするような人たちから、寄付もいただきながら、うん、この法人を、運営していこうということにさせてもらってます。はい、で、この看護育成会ですけども、はい、またテロップ出てますか。この事業としてですね、はい、海外の、まあ、医療者の方々、うん、あるいは、まあ、特にですねやっぱ看護師の皆さんが日本で仕事をしていただく、はい、これを支援していきましょうと、はい、例えば日本語の問題だとか、はいはい、国家試験の問題だとかを、はい、支援していきましょうというのがまず大きな柱、はい、それから今度逆に日本の医療で働くみんなが海外に出て行きやすくしましょうよと、うん、日本でだけじゃなくて、はい、海外でも仕事をしていきたいですよという仕事を志を持っている皆さんを支援していこう、はい、サポートしていこうというような仕事、うん、そうして、海外とのもう医療関係者同士の交流ですよね、はい、こういうものをも深めていきましょうというような仕事、はい、そういったことをやろうとしている中の、はい、法人なんです、はい、で、まずはこの中で、はい、一番大事なその看護師さん、はい、メインなところはそうなんですね、はい、看護師さんをやっぱり日本で、はい、海外の看護師さん日本で活躍してもらおうというのがあるんで、うんうん、はい、そのまあこの事業の中の大きな柱、はい、インドネシアの看護師さんたちに、日本の国家試験を受けていただいて、うん、はい、でしかもそれはちゃんと合格していただいて、はい、で働く仕事の場も提供していきましょうというので、うん、第1弾ではないんです。これまでも開口会グループはやっていたんですけども、はい、この法人としては、はい、先日ですね2月の、5日、はい、インドネシアから6人の方が、これ受験者の方々ですね、うん、すごく助かりますよね。日本は本当に看護師の方が少なくて困っているという状態で、はい、こう日本で働きたいという方がいらっしゃるというのは本当にありがたいことですよね。そうですね、はい、でその志高い6名が、はい、2月の5日に日本に来てもらいました、はい、次の、スライド出してもらっていいですか。で、この写真見ていただくと6名、はい、インドネシアってねついこの間僕行ってきたんですけども、あ、そうなんですね、はい、気温30度ぐらいなんですよ。あったかくていいですね。でも暑い感じで、これが2月にですね、はい、日本に来るとこんな寒いところということになっちゃうんですが、はい、その先ほど雪の話を少しさせてもらいました、はいはい、2月の16日が国家試験でした。ああ、もう最近ですね。そうなんです、はい、大変だったんだと思うんですが、はい、でこの6名の方々もこの国家試験を受験していただいて、はい、合格発表はね、はい、3月の25日ぐらいだったかな。だからまだね、はい、合格不合格はわからないんですけども、はい、皆さん合格されるといいですね。本当に、この人たちが元気でですね、はい、なんて言うんでしょうか、パワーを持って日本で、はい、ね、日本の患者さんを見てくれるということになってくれるといいなというふうに
思っています、はい。まあ、日野さんね、まあ、理系同じ理系の方と言いながら、はい、医療と、ね、そうですね、全く違いますけどね、ちょっと違いますけどもね、はい、あの日野さんも、まあ、これから先ほどちょっとお話をお聞きしてたら、気象予報士を、まあ、そうですね、目指してということなんですが、はい、理系の医療だとか、まあ、あるいはそれこそ気象予報士だとか、ある程度こう専門的なプロフェッショナルとして の、 その知識も持ちながらお互いに活躍をしていけたらいいなというふうに思っていますし、それがその日本っていう狭い枠組みだけじゃなくて、例えば東南アジアだとか、これからねもっと広げて、アメリカだとかヨーロッパだとかアフリカだとか、そういうところへ広がっていけばいいなというふうに思っているんで、そうですね、ね、まあ、開口会グループだけじゃありません、はい、日本の医療ってそういうふうに外へも向いていこうという流れになってますので、はい、お二方にもね、これから日本の医療ってあこんなふうになってったなっていうのも、はい、まあ、見守っていただきたいなというふうに思っています。はい、はい、今日ね、ゲストに日野さんを入れていただきました。日野さん、はい、もしそのご自身のアピールがあれば。アピールですか。はい、今の全く関係なくても大丈夫ですか。全然大丈夫です、はい、告知で OK です。あ、告知で、はいはい、すいません急に。ちょうど明日に、イベントがありまして、代々木の体育館でセンスというメンズ雑誌のイベントがあります。そこで、オルトというジュエリーブランドのモデルとして出るので、皆さん時間があればお越しください。よろしくお願いします。はい、この番組生放送ですので、ご覧になっている方、はい、明日は代々木なんですが、明日は東京マラソンの日なんです。そうなんですよ ね、 ね、はい、周辺混雑してるかもしれませんが、ぜひ代々木に行っていただいて、はい、日野さんを一目見ようと。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。それではですね、一旦コマーシャルを入れさせていただきます。日野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ちょっと医療のいい話、後半をお送りしたいと思います。先ほどですね、日野真由美さん、とても、綺麗なというかね、可愛い女性の方においでいただきましたけども、はい、あれあれあれということで、後半はですね、はい、ペット検査という検査について、今日はですね、はい、医療法人名古屋放射線診断財団という名前は長いですね、はい、岩田博先生に後半の、ゲストに、おいでいただきました。はい、大河内さんとペット検査ってお受けになった、はい、お受けになったことはないか、お聞きになったことはこの番組で、はい、少しちょっと、はい、お伺いしましたが、まだどんな検査かっていうのはよくわからないです。はい、で、あまりですね、はい、これこの番組ご覧になってる皆さんも、そういう検査ってあるのとか、はい、聞いたことないぞとか、うん、あるいはね、耳にしたことはあるけども実際具体的にどんな検査なのってご存じない方多いと思うんですよ。そうですね。で、それで今日はね、はい、岩田先生においでいただいて、はい、このペット検査の、まあ、中身というかね、はい、まあ、メリットももちろん、まあ、デメリットというかね、いうとこも弱点もあるでしょうから、そういうのも合わせてお聞きしたいなと思っています。で、まずはじゃあペット検査、はい、どんな検査なんでしょうかと。そうですね、一言で言うのはなかなか難しいんですが、はい、スライドが出てますかね。はい、文字で書くとなかなか理解しにくいかもしれません。はい、まあ、CT のような機械、この絵が出てますが、はい、CT のみたいですね。そうなんですね、今まであった、CT のみたいな機械なんですが、はい、今までとは違って、はい、CT だとか MRI というのも皆さんご存知だと思うんですが、はい、CT だとか MRI というのは、まあ、臓器の中を見て、はい、例えば腫瘍だとか炎症だとか、はい、そういう部分があると、そういうのの極材ですよね。どこの場所に、はい、臓器のどこの場所に、そういう病気があるかとか、はい、そういうものを主に見る、そういう検査だったんですが、はい、ペットの検査というのは、はい、その臓器の病変が、はい、いわゆる活動しているかどうか、生理学的に活動しているかどうか、はい、元気がいいかどうかというのを見る検査なんですね。はい、で、それが、はい、なんでそのがんに応用されるかというと、はい、正常な細胞よりも、はい、実はがんの細胞というのが、何倍も一生懸命活動していて元気がいいわけです。はい、そのために増殖しちゃうんですよ ね、 そ, うね、はい、でそれをどこにあるかというのを、はい、極材を見る検査がペットという検査です。では、まあ、簡単に言うとそんな感じですね。はい、そういう元気がないところはそんなに治療を急がなくていいっていう優先順位がつけれるみたいな、そういうことなんですよ。まあ、はい、今でこそペットって皆さん結構こう、はい、知っていただいてるんですが、うん、実はうちも13年ほど前にペットの検査始めたんですが、はい、その頃はうちペットやってるよって言うと、それこそ先生言われたように、はい、いや鳥飼ってませんだとか犬飼ってませんだとかそういう世界だったんですね。やっとこさペットというのは認識されるようになったんですが、はい、要するに、まあ、元気があるものが映るので、はい、うん、要するに CT だとかですね、はい、MRI という、うん、そういう検査で分かんないようなちっちゃなものも、はい、ものすごい悪性度が高くて、はい、非常に元気のいいようながんは映ってしまう、はい、逆に、はい、ものすごいCT とか MR でこんなにしっかり映ってるのに、はい、全然元気がない、言い方おかしいんですけどね、はい、皆さんどういうふうにご理解されるか分かんないですけど、がんの中でも元気がないがんっていうのがあるんです、はい、要するにすごくおとなしくて、はい、他っておいてもよそに飛ばない、悪性度が低いなんてよく言いますよね、うん、そうですね、はい、ですからがんだけども死なないがんっていうのもあって、はい、そういうものに関してはこんなに大きなものでもペットで映らないこともあるんです、はい、だからそれも、まあ、欠点なんですね、はい、まあ、欠点というか、うん、まあ、そういうのは急いで治療しなくてもいい、いいよという話になりますよね、はい、まあ、そんな感じです、はい、だから今までの CTMR とは全く別の基準の検査というふうにお考えください。そうなんですね。これペット検査はどの病院でも受けられるんですか。はい、ですね、これは、まあ、そのペットというこの機械ですね、うん、形は CT に似てるんですが、はい、全く別物、うん、ですので、この機械が置いてある病院でないとダメなんですね、うん、ですから、はい、今だいたい300施設ぐらい日本で、全国でですか。はい、あ、全国で300ですか、えーえー、
ありますので、はい、そこをちょっと探していただいて、はい、受けていただくということになりますね。そうなんですね、はい、こちらは結構特殊な検査だなと思うんですけれども、はいはい、費用っていうのはどのぐらいかかるんですか？そうですね、これ、はい、一応まあ、主にがんを調べるということで、はい、がんの方に関しては保険診療というのができますので、そうでないいわゆる検診という形でやる場合には自由診療になりますから、さまざまです、はい、全国さまざま、これは医療の病院によってですね、はい、自由診療というのはその病院で設定をしますので、はい、値段についてはいろいろ上下があります。なるほど、はい、ただどうなんでしょうね、ご覧になっている皆さんに5000円ではなかなか受けられない、基本的にですね、はい、保険診療でやったとしても、はい、いわゆる10万円の検査ですから、はい、皆さん先生も3割ですよね、はい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 、3割の方はだから3万円という検査ですね、だから、10割で10万円ですから、はい、基本的に自由診療は10万円を基本に上下あるということですね、まあ、ご覧になっている皆さん、はい、だいたいそのぐらいのお値段ですよと思っていただけるといいかなというふうに思っています。はい、ポジトロンって書いてありますけれども、はい、そのペットのちょっと原理を先生説明していただきますかね。はい、次のスライドに参りますが、はい、まあ、これがんの、まあ、後でまた出てきますが、はい、ペットの検査でがんだけではなくいろんな検査があるんですが、主に今一般的になっているのがここに書いてあります FDG というお薬を使った、はい、がんのペットの検査なんです。でそれはどういうことかというと、はい、さっきもお話しました、はい、細胞っていうのは血液の中のブドウ糖ですね、はい、お砂糖をこう食べてそれをエネルギーにして活動してるんですね、はい、でがんの細胞っていうのは非常に元気があるので、正常な細胞の何倍も、はい、大体6倍から8倍と言われてるんですが、はい、そのお砂糖を細胞の中に取り込んじゃうんです。でその FDG というお薬は、はい、ブドウ糖にフッ素という、はい、皆さんこのフッ素ですよね、はい、闇がですね、はい、それが陽電子という陽電子を出すフッ素をブドウ糖にくっつけちゃうんです、はい、それをお薬としてお注射で打つと、はいはい、細胞の中にこの FDG というお薬が取り込まれますよね、はい、で正常な細胞の中にも入るんですが、がんの細胞の中にはたくさん入りますから、実際に考えてください、はい、お注射を打った後に細胞の中にいろいろ入った時に、はい、がんのところにはFDG というお薬たくさん入ってるんですね。でそれ一個一個が放射線出してますから、はい、そこだけたくさん放射線出してるんです。ですからさっきの機械の中に入っていただいて、はい、どこの場所から何個放射線出てますかっていう数を数えていく、はい、というのが簡単な原理です、ね、すごく精密な感じで結果が出るんですね。そうですね、割と細かい、はい、作業になると思いますけどね。びっくりしました、はい、で実際、はい、先生今日画像は持ってきていただいてますかね。はい、持ってまいりました、はい、まあ、これ違いですね。CT とか MR っていうのは今まではこの病変の部位だとか、はい、形を見る検査なんですが、はい、FDG のペットの検査というのは細胞のそのいわゆる活動性を見る検査ですので、はい、いわゆるがんのような元気があるところ、はい、あとは、これも一つ欠点なんですけどね、はい、すごい強い炎症があるというところ、はい、そういうところにも、この、FDG とお薬集まってしまうので、そういうところも、まあ、陽性というか所見として出てしまうという、例えば関節炎なんて出るんですか？関節炎出ますね。あ、出ますね、はい、それは悪性じゃないけども、はい、そこには出ちゃいますよという検診とかをやらせていただくと、はい、突然こういうところが、右肩痛いですよねって言ったら、なんでわかるんですかみたいな話にもなりますね。関節炎でしたと、はい、それはそれで安心な話ですよね。そうですね、まあ、あとはだから CT とか合わせてみますので、はい、そういうものが悪いものかどうかというのを見ることができます。ですので、まあ、CT だとか MRI だとか、はい、いろんな検査を組み合わせて初めて完璧になるというふうにお考えください、はい、で絵を持ってまいりました、はい、これがですね、向かって左側が、はい、咽頭がん、このがんですね、はい、喉のがんで手術した後、はい、手術した後に、そこに再発があると、これ見てください、赤く光ってますよね、はい、ここに再発がありますよっていうのがこのペットでわかるんですね。皆さんだと、ね、矢印、赤い矢印のあるところですね、そうですね、おそらくね、はい、これ普通に CT を撮るとですね、はい、僕も外科医なんですが、はい、手術で触った後っていうのは CT でなかなかもうくしゃくしゃってなっちゃっててわかんないんですね、うん、でそういうのがまあきちんとこう細かいところがわかると、は
いうのがこのペットの検査です。はい、で、さっきも話しました、はい、元気が細胞が元気があるところに全部所見が出ますから、はいはい、この向かって左側の見ていただくと心臓と頭赤いんですね、はい、これはここに頭が全部がん、心臓ががんというわけではなく、もともと心筋ですよね、心臓の筋肉と脳細胞というのは普通の細胞の何倍も活動性があるので、もともと正常でも所見が出てしまうところです。逆に言うとここはペットの弱いところ。なるほど。例えば脳腫瘍というのは難しい。ただその FDG のペットでも見分けはつくんですが、今FDG だけではなくて、はい、いろいろねメチオニンだとかいろいろその脳の正常な細胞は取り込まないんだけれども、はい、がんだけが取り込むっていうアミノ酸だとかが出てますから、そういろんな種類のものがあるので、そこはそこできちんと分かります。なんかその自体は進化してるんですね。はい、そうですね、はい、で向かって右側が乳がんの方なんですが、はい、下側のちょっとでかい赤いところですね、はい、赤い矢印が皆さん2つ見えると思いますが、はい、の下側ですね、はい、ここが乳がんのところです。うん、でその上側ちょろっと赤いですよね、はい、ここが、リンパ腺の転移のところなんです。あ、ですからこの全身を取るので、はい、メインの原発の乳がんと飛んだリンパ腺の転移もこの一発で分かってしまうという検査だと思ってください。なんか素人に感心してしまいます、はい、分かりやすいです。すごいですね、でもね、はいはい、そうですね、はい、はい、次、はい、これ大腸がんの方なんですが、はい、あ、ごめんなさい、これ大腸がんの方なんですが、はい、向かって左側全身が取ってありますよね、はい、で、まあ、さっきお話した心臓だとか頭だとか、はい、あと打ったお薬っていうのは、はい、全部腎臓へ集まって、はい、おしっこにして外へ出してしまいます。あ、そうなんですね。なのでこの腎臓のところと、はい、下の真っ黒の大きいやつは膀胱なんですね、はい、おしっこ溜まってるところは黒く映ります。でその上にちょっと黒いところがあります、はい、で、実は CT を同じ時に撮ってるんですが、はい、CT では分かりません。見えないですね、うん、何にもないように見えるんですね、はい、でもペットを見ていただくと真っ黒なんですね、はい、でその上の CT の絵とペットの絵を重ね合わせたのが下のペットプラス CT と書いてあると、はい、そうするとちょうど CT で、大腸の部分に光ってる。でこの方実は後で内視鏡の検査をしたら大腸がんだったということですね。まあ、通常の CT では見つからなかったと、そういうことですね、いうことになりますね。まあ、内視鏡やれば見つかったんでしょうけどね。ただ内視鏡はですね、これも皆さんお受けになった方は分かると思いますが、まあ、なかなか切ない検査ではある、うん、そうですね。ただここも大事だと思うんですが、すべ、はい、ての大腸がんが見つかるわけじゃない。そうですね、先ほどのお話で、はいはい、いろんな検査の組み合わせで初めて分かるんですよね。あと特に、まあ、今回のこの方の場合は大腸がんたまたま見つかってますが、もともとですね、その例えばがんがこういうところにあると、はい、ここから放射線何個出してるかって数えますよね、はい、ですから胃だとか大腸っていうのは検査の途中で動きますから。あ、なるほど。その腫瘍が一生懸命放射線出しててもばらけちゃうんですね、はいはい、ですから基本的には消化管、胃だとか大腸っていうのはペットのあんまりお得意じゃないところです、はい、今回はちょっとたまたまというか、はい、いうふうにお考えいただいた方がいいかもしれないですね。ですから胃だとか大腸の場合はやっぱり直接で、ね、見る方が間違いがない検査に決まってますので、うん、はい、内視鏡と、そうですね、ね、はい、胃カメラと腸のカメラということになりますね、はい、はい、で、ここも行きますか、はい、はい、ペットの検査赤く出てますよね、はい、赤いのが FDG といって、さっきのがんを見る、はい、一番一般的な検査です、はい、で、あと他にもですね、はい、その上を見ていただくと、はい、O15 って書いてありますが、はい、酸素を使った、あと一酸化炭素のガスを使った検査というのがあって、はい、これは脳梗塞だとか、はい、脳血管障害に優れた検査です、はい、でその上の N と書いてあります、はい、でアンモニアと書いてありますね、はい、でアンモニアの検査は、心筋梗塞で、はい、どこの心臓の筋肉が死んでるかというのを極材を見るのに非常に優れた検査で、はい、この、だいだい色で書いてあるのと赤い色で書いてあるところは、はい、全部保険が通ってる検査ですね、はい、この半減期が 2.04 分ってことは、はい、もう打ったらすぐに検査しないとわからないということなんですか。その通りなんですよ。
ですので、はい、これお薬を作らなきゃいかんのですね、はい、で、お薬を作るサイクロトロンという機械があるんですが、はい、それの機械がないと、はい、その病院ではこの FDG というのは110分ですから、はい、かなりたくさん作っておけば運べるんですね、はい、で今この FDG というお薬は、はい、作ってる会社があって、はい、そこからこう運んで検査をやってるという病院が含めて300施設、はい、で実はこのサイクロトロンってお薬を作る機械を持っている施設は大体88施設、はい、うーん全国でですか、はい、なのでそこの病院でしかこの上の2つはできない、はい、この9.97分というのも、はい、ですからアンモニアも作ってすぐ打たないと、ね、そうですよね、はい、ですからこの上の2つはちょっと特殊な、はい、それこそ一生懸命探していただかないと病院見つかりませんが、はい、はい、いうことなんですね、はい、で今先生が仕事をされている、まあ、名古屋放射線診断財団ですが、はいはい、ペットの施設を2つ、はい、先生お持ちですが、はい、我々開口会グループのまあ仲間ではあるのです、はい、ね、先生せっかくおいでいただいたので、はい、日本でこのペットの検査皆さん一生懸命やってますけども、はい、その中で先生の施設のね、我々としてはここがまあ売りですよと、はい、いうところがあれば、そうですね、はい、とにかく数が多い、はい、一生懸命たくさんやらさせていただいてますので、はい、年間だいたい6000件から7000件の、はいはい、このペットの検査をさせていただいてます、うん、はい、多分日本でも多い方、多い方なんですね、かなり慣れてらっしゃるということですね。そうですね、いわゆる検査をする技師も、はい、それから絵を読む、読影をする放射線科医も、はい、まあ慣れてる、はい、ということがまず一番かなと。安心して受けれますね、はい、であとは、はい、検診というのの方でいけば、はい、うちは検診を1日完結で終わらせますので、はい、受けていただいてその日に結果を聞いて帰っていただくと、ペットのこの絵も見ていただいて、そうです、その日のうちに説明を、はい、はい、画像系の検査だけですが、そうなんですか、はい、1泊2日とかってところが多いですよね。そうですね、あるいは後日説明、そうですね、そういうところ多いんですが、うちはだから、検査終わった後に、はい、検診受けていただいた方に、はい、食事を取っていただいて、はい、1時間ほ ど, ほど、その間に一生懸命こう読影をして、その結果をその日にご説明するというシステムにしています、はいはい、でもちろん先生のところもこのオレンジ色のアンモニアだとか酸素ガス、はいはい、要するに O を使った検査、はい、N を使った検査もできるんですね、はい、できます、はいはい、もう少し言うとさっきお話した脳腫瘍なんかは上のこの、はい、カーボンというのを使ったりですね、メチオニンっていうお話をさっきされてましたね、メチオニンだとかコリンっていうのはこう脳腫瘍を見るのに非常にいい検査なんですが、はい、ただこれはちょっと、作る機械ではなく、はいはい、このお薬を合成する機械っていうのがまた、はい、それが、薬事というのが日本では、日本には非常にこう、はい、ハードルが高いところがたくさんあって、その作る機械が薬事が通ってないので、はい、はい、うちでもこれは技術的には作ること簡単なんです。簡単ではないんです、うちではできるんですが、はい、薬事が通ってないのでその合成ができないです、はい、はい、なるほど、なのでできません、はいはい、日本ではということですか。いや、ただ、大学病院とかで、はい、いわゆる研究という形でやっているところもありますので、はい、それについては多分インターネットとかでそれこそ調べれば、はい、ペット検査メチオニンとかいうふうで調べれば、はい、出てくると思いますけどね。そうなんですね、早く受けれるようになるといいですね。そうですね、はい、これが早く一般的になると非常にいいと思うんですけどね、うん、はいはい、今先生おっしゃっていただいたみたいに、はい、この開口会グループだけではなくてね、はいはい、全国でもペット検診ペット検査を一生懸命やってる先生方がたくさんいらっしゃいます、はい、でぜひねそういうその検査も皆さん活用していただいて、ただ岩田先生さっきおっしゃったけども、このペットだけで決めちゃダメですよと、うん、そうです ね、ペットだけではなかなかペットで何もなかったからといって、はい、あなたがんありませんよと言えないんですね、はい、うん、言っちゃうのは怖いわけですよね、はい、それはもう決して言ってはいけないことだと僕自身は思ってますので、はいはい、できれば検診を受けられるときには、うん、CT だとか MRI だとか、はい、内視鏡もですね、内視鏡も含めた総合的に受けられて結果を出すと、はい、今は大事ですね、はい、一つの検査だけで決めちゃダメですよ、はい、ということになると思います、はい、
大河内さんまだまだお若いから、ね、がんを心配されるお年ではありませんけども、いやいや、ぜひ一度ペット検査を受けたいです、まあ、おいでいただいてもいいと思いますし、例えば、はい、大河内さんのお父様お母様とかね、はい、ご親戚の方に、はい、まあ、いわゆるがん年齢というのがあるわけじゃないんだけども、まあ、そろそろ心配ですよというお年が、はい、の方がいらっしゃればね、こういう検診もありますよというのもね、ご案内いただければなと思います、ね、はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、大変お忙しい中ですね、名古屋から、名古屋放射線診断財団、舌を噛みそうですけども、岩田博先生においでいただきました、はい、今日先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。後半絵面が悪くて、あ、そうですね、いえいえ、とっても感覚がありましたよ、はい、僕はがっかりでした、まあ、それは冗談ですけども、はい、皆さんのその、健康のですね、はい、お役に立てれば幸いです、はい、お相手をいたしましたのは医療法人開口会グループの堀川和弘でした、大河内さん、それから岩田先生、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんお元気でお過ごしください。